ちゃった。荒木流文陽古具足。棟梁は初代荒木無二歳源秀長これをはじめ、第四代赤羽一軒、赤羽一軒太源信親が文化5年、荒木流軍用古具足、すなわち棒、居合、長刀、砦、柔、縄、太刀、槍、千切木などの各種武器を取り入れ、総合武術として完成したものである。棟梁は全て実践体験から武術として伝えられたものであり、極めて即実践的な特徴を持っている。中でも居合は二刀を帯びて行い、特に立ち居合においてはほとんど袈裟斬りにて敵を倒すものである。第2会場はタミヤ流居合術、タミヤ流居合術の公演部でした。続きまして第一会場は新武装、失礼いたしました。続きまして第二会場は新武装林崎流居合術、新武装林崎流居合術の声部です。文明の頃、北条次助平重信によって創始された抜刀術であり、いわゆる居合の元となるものである。重信は奥州立岡にて景気の万事家を如くし、抜刀術を創始した。その理由に神谷流、篠宮流、大木流、関口流、長谷川栄新流等がある。本流は奥州一帯から全国に伝わったが、津軽において信政公これを学び精妙に達し、次来古式書伝のまま津軽藩に伝承され、新武装林崎流と称した。大正に至り千葉健之助より笹森純蔵が
与一人会伝を受け、さらに笹森武美先生が父純蔵より与一人会伝を受けられました。
Thank you.